こんにちは、山崎徹です。本日の質問、ステンレスキッチン、キッチンリフォームを検討しています。こんな質問が私の LINE 公式にやってきました。掃除が楽で長く安心して使いたい、例えばクリーンアップ、クリーンレディ、宝のエーデル、迷っています。ステンレスキッチンにした時のメリット、デメリット教えてください。本日の質問、ステンレスキッチンの特徴は、やっぱり今までですね、多くの宝のホーローであったり木製キャビネットとどう違うの、じゃあステンレスはどうですか、こんな質問結構 LINE 公式にもやってきたり、コメント欄にも入ってますよね。汚れ、熱に強い、衛生的、こんなイメージステンレスお持ちの方多くてとっても人気あります。今日お届けしたいのは、このステンレスのメリット、それから注意しといた方がいいこのデメリット、この2つを知ることによって、ステンレスキッチンにしようかな、キャビネットは木製かな、いやいやホーローかな、そんな方ぜひ必見の内容となっています。ステンレスの特徴ということで、1つ目、汚れや匂いが染み込みにくいんです。だから人気なんです。2つ目、長く綺麗に使えるキッチンが今のトレンドです。欲しいですよね、やっぱり最後のリフォームしたいの。3つ目、実はあのステンレスの雰囲気なんかかっこいいじゃない、インテリア性も大人気なんです。では早速見ていきたいんですが、衛生的、やっぱりですね、キッチン周り匂いが気になる、染み込む、こういったこと、ステンレスはほとんどやっぱりこういった染み込みにくい素材、ここがやっぱりポイントですよね。食材の嫌な匂いがついてもしっかりと水でジャバジャバ洗っていただける、こういったお手入れ性の良さ、衛生的である、染み込まないステンレスです。引き出しのキャビネットの底板、以前はですね、底板ステンレスって結構少なかったんです。メラミンでも十分ですよ、メラミンとステンレス、そんなにお手入れ変わりませんよ、そんな比較表を出してるメーカーもありました。ですがそのメーカーも今やみんな多くはステンレスになってます。なぜか、実際にですね、使っていくと、確かに何もない状態でついた時にメラミンで拭き取れる、ステンレスも変わりない、多少はそこは見ても経年劣化ってありますよね。じゃあ実際にコンロのキャビネット、お鍋、横で吸っている、出し入れする、そういった時にだんだん削れてきたりすると、表面がやっぱりメラミンのところもどんどん黒ずんできたりなんかしてます。ステンレスだったらそういったところも、こういった油、醤油、もしこぼれていても綺麗に染み込まない、拭き取り作業も楽です。やっぱり医療現場で使われるあのステンレス、そして口に入れるもの、スプーン、フォーク、ステンレス、だってメスだって体内に使いますが、ステンレス、やっぱり衛生的な医療現場で使われる、これはやっぱりステンレスの特徴じゃないでしょうか。そして耐久性、ここが今のやっぱりコロナ禍になって結構皆さん心配されてますよね。もうこのリフォーム最後にしたいの、長く使えるやつ、将来不安なの、そんな方いらっしゃる中に、宝のホーローであったりクリーンアップのステンレス、今日お届けしているのはこのステンレスのキャビネットの強さ、ナスラック、ここもステンレスキャビネットなんですね。長く綺麗に使える耐久性の高いステンレス、実はよく考えてください。温度変化が激しい外、屋外、プール、それから屋根なんかにもステンレス使われてますよね。なぜ？耐久性が高いから。18-8ステンレス、聞かれたことありますか？ステンレスの高級代名詞、SAS の304とも通称言われます。この18-8ステンレスっていうのは、鉄の中に 18% のクロム、それと 8% のニッケル、これを含むこの合金がステンレスということなんですね。これが耐久性の高い、錆びにくいという方が本当かもしれませんね。こういったステンレスの特徴になっています。さらにはデザイン性もいいですよね、かっこいい。やっぱり男性結構ステンレス好きなんですが、女性でもステンレスとナチュラルの組み合わせ、この辺のデザイン性、やっぱりおしゃれに感じる方多いようですよね。こういったステンレスの、デザイン性なんですが、例えば天板だけステンレス、そして真ん中の収納部分はこういった木目調、この辺もやっぱりハードとソフトの組み合わせ、マテリアルミックスのやっぱりデザイン性の良さじゃないでしょうか。こんな形で、これはウッドワン、ナチュラルなこの風合いの天然木に、上のところはやっぱりステンレス、バイブレーション仕上げなんですよね。なんかこの辺エンボス柄の昔のものと違いました。じゃあデメリットありますか、聞こえてきますよね。実際にですね、気をつけないといけないことやっぱりあります。まずはステンレスっていうのは傷がつきやすいです。
表面コードが2から 3H、鉛筆の芯で2から 3H で山崎徹って書くと、やっぱり傷がちょっと傷つくかなと。ハードに使えますよ。実際のところ、別に小さな細かな傷がついたからって、そこから錆びたりとかいうことはないんですが、実際の、まあ、ステンレス、こういった傷、やっぱり綺麗に使いたいんで、あ、傷がついちゃったなんて思う方多いかと思います。こういった今の仕上げっていうおしゃれなステンレスでもやっぱりよく見ると、あ、ちょっと傷ついてる、なんか悲しくなってくる方がいますよね。でもこういったこと気にしない、こういったハードに使うのもステンレスなんだ、こんな方でもいっぱいいらっしゃいます。じゃあ2つ目気をつけるとこ、もらい錆。もらい錆、そうなんです。ステンレス自体は錆びにくい素材なんですが、実は異金属同士の電位差、例えばアルミ、そういった缶詰、こういったものを置きっぱなしにしてくると、この電位差によって金属自体にやっぱり錆が出てくる。もしくはよくあるのがですね、リフォーム後すぐに錆びてきた、っていう方いらっしゃるんです。実は元々昔のその水道管、鉄管中見ると、いや実は錆が出てました、結構いらっしゃるんですよね。でこういった中の鉄管、リフォームするときに水が止まります。そしてもう一回水を通すときにボーンと出ます。その時に中の鉄管についているその内壁になる鉄粉みたいなもの、またシンクに出て、そのシンクのちっちゃいものが時間とともに、やっぱり小さいですから錆びやすい、空気に触れてすぐ錆びる、それが錆びることによってステンレスにもらい錆になる。ですからリフォームの時って水をかなり出してこの中の配管、鉄粉を出し切るっていうのも注意が必要になります。もしくはやっぱり1週間ぐらいはですね、やっぱり結構出てますから、やっぱり浄水器、一体型シャワー水栓とかを使って浄水器で水を飲むっていうように気をつけてもらった方がいいです。今の缶は塩ビ缶になってますんで、こういった樹脂缶、こういったことないんで、終止符は打たれたこの鉄管問題、錆び問題なんですが、昔の鉄管こんな形になっていればリフォームするとき要注意ということになります。そして3つ目、塩素系のぬめり取り。ぬめり取りっていうのがこの世の中に出ることによって、昔こういったシンクの中の深型出したね、今浅型なんです、ここの深型から浅型に変わることによって、この塩素系ぬめり問題による錆、これ業界を賑わしたんです。キッチンバス工業界も実はこのシンクの錆問題で、シンクがやっぱり浅型に移行してきて、どん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 入れたばっかりのシンクが錆びてきたんですね。あれということで、よくよく調べていくと、実は排水口の深型の時に気をつけなかったぬめり取り、実は塩素、ステンレス、実際に錆びにくい素材で塩素には弱いんです。なので塩素のこういったものもちろん使う時はあります。その時きれいに水に流してもらったらいいんですが、昔のものこういった中に水が入っている場合は OK だったんですが、朝方になって水が濡れて、その塩素周期だけが上がってくると、朝方がシンク全体が錆びてしまう、こういったこと結構頻発して、今シンクの内部の中に排水口に塩素ぬめり取り剤を入れないでくださいとかですね、塩素系を使った場合には水できれいに流してくださいであること書いてあります。ですのでこういったところ、ぜひ新しいシンクに入れたら朝方になってるんで、今まで塩素系ぬめり剤入れたけど、ちょっと注意することが、塩素系、これ塩素系大丈夫かなっていうのをチェックしてみてください。本日のまとめです。1つ目、衛生的、やっぱり染み込まない匂い、この辺はステンレスのポイントでした。耐久性、頑丈です。私も何件かリフォームをしている中にステンレスのキャビネットの時、うわーステンレスだと思いました。何が嫌か、解体、壊せないんです。それぐらい耐久性があって、その床なんかは綺麗な状態になっている。それぐらいステンレス、やっぱり何年経っても綺麗なキャビネットでした。そして3つ目、デザイン性。この辺はやっぱりステンレスとナチュラルを組み合わせたり、ステンレスのあのハード感、好きな方多いんじゃないでしょうか。そして4つ目、小さな傷はつきやすいということで、やっぱりこの小さな傷は気にしないぐらいの方がいいんじゃないでしょうか。傷はやっぱりつきます。生活していたらそんなものよりもハードに使える。これがステンレスの良さです。そして最後、サビ2つ、お伝えしました。もらいサビの問題、塩素系の問題。もし錆びたらこれ綺麗に取れますんでね、早めに取っていただく、これによって錆を広げない、これ辺も大きなポイントになっているかと思います。はい、今日の動画はステンレス、こちらでお届けしました。また次の動画でお会いしましょう。